皆さんこんにちは、ペソでございます。声スーパーマージャン大会34回目ですね。半チャン戦ですね。2戦目入りまして、今ご覧いただいた方3名とのね対戦となっております。で、あんまりハイパイがねよろしくないなと。さあ、どっちから見切っていけばいいんかですよね。まず、強いですよね。2連勝ですからね。まあできるだけ迷彩はかけてきたつもりですけど、3はサブロー1は出ないかな。これで出るかな。うん、おりましたね。あー、サブロー1に変えてましたね、最後に。ここはね、早めにちょっと勝負かけたいですね。もうピン船が出来上がってるんで。さあ、これで、ああ、いいとこ積もりましたね。さあ、ロスト引けば、ダマでいけますよ。ロスト引くとちょっと悲しいかな。あー、そっちか。うん、ダマでいきましょう。はい、タンドライチ一本場ですからね。トン三曲。あら、おー、勘弁して孔明さん。いいピンはまあ通してたね。これでピンズも安心かな。危ないね。いや、G1 2枚中1ピンズの髪の手じゃなければ、うん、はい、これでウーパーワン待ちですね。あー、怖いな。カンウーアンにしましょうか。ちょっとラスト1枚しかないけど。はい、来ました。リャンペイコーですね。これはThank you.
ン高めですね。チャンタダブトになりますからね。E1 だとチャンタの飲み手になっちゃいますね。あー積もったな。7本オールですね。いつ目やったかな。何2枚か。まあ2枚目までね、様子見ましょう。はい、告知無双に持っていけるようなね、ツモハイパイではなかったですね。さすがにこの状況だとドラは出ないんですよね。あ、なるほどね。まあ後付けもありますけど、イースチャストに持ってきてましたね。これは磯子がラス牌ですけどね、泣きたくはないね。孔明さんテンパったかな。怖い。降りないとね、ダメですね。パワーマッチか。なんか狙われてるような感じですよね。さあ、なかなか暗号が出来上がってるね。いい感じの手にはなってますよね。ほう、早いリーチにも困ったもんですよね。間積もったけど、これは厳しいな。ウーピン通るんだ。あー怖っ。何も考えんと今切っちゃいましたね、私。これ危ないのよね。リアンウッソ。おや、開いた。どうしようか。
かな。そう、こうですね。あー、よかった。食いたん。ウーアンパワーのシャボテン待ちか。さあこれで、ウーパワー引っ張ってくれればね、嬉しいんですけど、よいしょ。チューンをポンしましたね。薄い筋だね、積もれないね。あー、これはやばい。ドラ切って、うーん、マジか。あー、そっちか。チューン1枚ですね。2000点。あー、コメさん振ってたらリーチしろか。まあコメさんの方が高かったですね。おー、いいピンを。パース1ね、白のみか。さあ、チートイツですね、このまんまですと。ああ、シゴロで構えた方が賢かった。いや。いや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 。ダマでいきましょう。タンヤオチートイ、ドラドラ。あー、リャンワン待ちにしとけば積もってましたね。はい、タンヤオチートイドラドラですね。さて、あー、何2枚目積もってきた。あー、しかもリーチか。うわー、どうしよう。こっちから行こうか。全く読めない。
危ないのよね。おいった。ということはマンズのしもめヤンウワン、高めローチュアン、これも危ないな。ベタ折りでいいかな。マンズをよく通せるよね。あ、竹か。あ、三蔵短期すごいことで待ってる。ありゃ読めんわ。系がね、全く積もってこないんですよね。あー、ここで被るか。ヤンソーポン、あーローピンか。なるほどね、サブローピン、ドラそばの町か。あ、違う、ローピンタン、いや、そうですね、サブローピンですね。頭町では変わらないんですけどね。あー、リアンソ3枚目積もってくるんだ。チャッピンを殺してきた。おお、一発はい、ということでね、今回はなんとか大勝ちすることできましたね。孔明さんが久々にラスト取ってくれましたね。はい、ということでね、参戦終わりまして、こんな感じになりました。プラスが大きかったんでね、一気に孔明さんと18点差まで詰め寄ることができました。次回、この半チャンラストですけどね、どこまで巻き返せるか頑張りたいと思います。それでは今回はここまでにしたいと思います。さよなら。